市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。篠山紀信さん、安らかにお眠りください。1960年代から第一線を走り続けた写真家の篠山紀信さんが4日、都内の病院で亡くなったことが分かりました。83歳でした。訃報を受け、市川團十郎さんが自身のインスタグラムを更新し、篠山さんを悼みました。篠山さんが撮影した團十郎さんの写真をアップし、大好きな巨匠が、とし、若い頃から可愛がってもらい、遊んでもらい、教えてもらい、撮っていただき、私の代表している環境問題の理事でもあり、團十郎襲名と新之助襲名初舞台の写真の一つも巨匠でした、と篠山さんとのこれまでの交流を振り返りました。続けて数え切れない写真を撮ってもらいました。私自身の写真を一番多く撮ってくださった方です。大好きで尊敬する方です、と篠山さんへの思いを綴っています。そして最後に、カメラマンの真髄はこれって言葉では言わないけど、私にはそうかと感じるものがありました。これからも巨匠の教えを胸に日々過ごしたい、そう思います、と篠山さんを追悼しています。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。